里崎チャンネル。こんにちは。野球のタイトル、はい、ゴールデングラブ賞とかあると思うんですけど、あれって大体記者投票じゃないですか。そうですね、そうですね。なんか選手間投票の方がやっぱり見てるんじゃないかみたいな、選手もね、選手投手見てるたりするので、選手間投票の方がいいんじゃないかっていう意見が、まあ、コメント欄とかにもあったと思うんですけど、どうですか。それはね、はい、甘い。佐藤田さん、井戸田さん。そうそうそう。違う、小沢さんの方ですけど、ね、小沢さんで間違えた。それはね、はい、考えが甘いっす、ね、あ、そうなんですか。選手間投票にしたら、はい、正しい投票が行われる、はい、なわけないやん。え、なんでですか。嫌いなやつに入れないでしょ、まず。所詮人間だから、はいはい、しかも、はい、オールスターの選手間投票もある、まあ、僕やりましたけど、はい、自分も入れれるんですよ。え、自分に入れていいんですか。だって無記名ですもん。あ、そっか、うん。里崎智也は誰に投票じゃないんですね。だから無記名で用紙もらって選ぶだけだから、はい、だから決め、自分で自分の名前入れていいんですよ。へー。え、じゃあ自分の名前書いてる人結構いるかもしれないんですか。まあいるかもわかんないですよね。だってもしゴールデングラブだったとした時に、はい、俺の方が上手いやろと思ったら自分を書きますよね。わざわざ自分より下手くそなやつ書かないですか。まあ、確かに自分の名前書いたことあります。オールスター、はい、とかなんかそういう選手間投票がある。あ、でも選手間投票はオールスターしかないんですよ。あ、そう、今はそうするしかないのか。はいはい。あー、美味しい。いや、今ね、ぶっ通しで喋り続けてるんですよ。今今日動画も4本目。あー、美味しい。はい。一息ついてから新しい動画行きましょうよ。いや、大丈夫です。ずっと喋ってるんで。はいはいはい。だからオールスターのファン、はい、投票だけだと思うんですけど、うん、自分で入れるじゃないですか、はい、だからベストナインゴールデングラブになったとしても、はい、もし自分が前でもったら自分で入れるし、はい、大げさに言うと、はい、こいつに取らせたいと思ったら、うん、それに対抗するやつ絶対入れなくなるんですよ。もしかしたらチームで忖度ができるんですよ、はい、こいつ絶対取らせたいから、はい、もう他取りそうなやつやめようとか、はい、そこに入れるのやめようとか、そこの思考が減ったりするじゃないですか。確かに。それとか自分のチーム入れようとか、はい、俺はあいつにだけは取らしたくないから、俺はあいつの名前書かへんとか、はい、でそう、多分選手間の方がドロドロしてますよ。そうですね。好き嫌いめっちゃあるんで、多分選手によって、はいはい、それとか、あ、俺あいつのことの仲いいからあいつ入れといてやろうみたいな、うん、そしたらバティスタ1票でも起こり得るんですよ、はいはい、選手間投票でも、はい、バティスタ1票みたいなことが絶対起こり得ます、はい、うん、確かに選手の方がいろいろと関係性が複雑ですもんね、はい、同期入団で同じポジションだったら、そう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 、はい、あいつには絶対入れたくないから、ないとか、はいはい、絶対出るんですよ、はい、で自分に書こうみたいなとかね、はい、でもしくはじゃあ資格者は何人なのみたいな、資格者二軍の選手なんて言われても見てないでしょ。あー、そっか。で大体300人から400人ぐらいいましたよね、はい、記者投票の総数で言ったら、はい、そんなに多分いないよっていう、選手だともし1軍の選手で言うと、はい、何人だ今だったら29人かな、1軍登録選手、あ、1軍登録選手、はい、29人で、でも1、2軍入れ替わる人だってもいるじゃないですか、はい、だからそれどこまで1軍の登録日数みたいな、はい、オールスターの時はどうなんですか。オールスターの時は、はい、2軍の選手も入れてるんですかね。あ、どうなんやろ、俺2軍の時にそれなかったから分かんない。まあ、どうなんでしょうね、うん、そこずっと1軍にいると2軍の生活が分かんなくなったりするんですね。だから2軍が何が頼まれて何やらなきゃいけないのか分かんない。へー、だから何人までが、はい、2軍の人に言われたら誰が上手いか分かんないじゃないですか。そうですね、はいはい、1軍を一度も経験したことがない人だったら分かんないですしね、はい、でもしじゃあ1チーム15人ぐらいでやると200人ぐらいしかならないじゃないですか、はい、12球団で、はいはいはい、で外国人選手とかやらないんですよね、はい、そうですね。じゃあオールスターの選手間投票ってあれ何人で票入れてるんでしょうね。分かんない、分かんないですね。まあでもまあオールスターの選手間投票は、はい、ファン投票で選ばれて、監督推薦で選ばれて、はい、第3の候補ですから、はい、でそれで選手間投票で選ばれてるけどこっちで選ばれてない人が入るだけだから、うんうん、数人ですよね。まあそうですね、入っても、はい、でもそれをベストナインとかゴールデングラブで決めるってなった時に、はい、
もう記者以外に真っ当な評価しないですから、はい、そうですね、はい、いろんなね、あのお腹の中の心の中のものが関係してきちゃうわけです、ね、あとは多分そのピッチャーで言っても、はい、自分の得意不得意で名前変わりますから。あ、そっか。一番いいピッチャー、いや自分の打ててないピッチャーのことをいいって言うじゃないですか。はいはい、そっか、はい、ピッチャーだったらめちゃくちゃ自分が打たれる野手がすごいってなりますもんね、はい、でもしじゃあ自分のチームに、はい、17勝投手がいて、じゃあ相手のチームに17勝投手がいたら、はい、うちのチームのピッチャーすごいかどうか分かんないけどすごそうで丸入れますよね、対戦してないから、はい、だからそこら辺難しくないですか。あ、難しいですね。でこっちのね、20勝投手が仮に2人いて、うん、A っていう20勝投手からは俺3割5分打ってるからな、はい、で B っていう20勝投手からは、はい、俺1割5分しか打ってないからな、はい、したらこっちの人がいいピッチャーになるんですよ、はい、それって多分自分の価値観だけの問題じゃないですか。はい、それだったらファン、記者投票も変わんないですよね。はい、確かになんか記者の方がまだフラットに見てるかもしれないですね。はい、だから選手は多分フラット見てないですよ。ああ、はい、しかもそれが自分の賞に自分も取れるかも分かんなかったら自分の利益にも反するじゃないですか、うん、記者の人は、はい、まあ、大げさに言ったら、まあ、その番記者とか、はい、その地域の記者の方が、まあ、自分の地域のチームの人が取れば記事にできるっていう、はい、まあ少なからず恩恵があったとしても、はい、そこまで別にないじゃないですか、うん、自分の身入りが良くなるとか、はい、格が上がるってことないじゃないですか。でも選手は自分の身入りが上がったりとか、はい、自分の格が上がったり賞っていうものがつくから、はい、もっと取るための工作が始まりますよね、うん、そうですね、はい、記者はまあ言えば地元の球団の人がいいなと思ったところで、ただやっぱり成績を見るとこっちの球団の人の方が圧倒的だからっていうデータを見て、まあまあ投票できるので言えばまだフラットですよね。たまに変な票入ってるんですけど、そうそう、選手は好き嫌いで必ず出ますから、選手にしたらって選手の方がやばいですから確かに確かにね、ちゃんと正確に選ぶ人もいますけど、でも結局そこは対相手として打たれてる打たれてない、僕はキャッチャーとしたら、はいはい、ファーストどっちからって言ったら、あ、こっちの方の人が打たれてるからイメージ悪いじゃないですか、うん、でその直接的な対戦成績の良し悪しで、はい、いいか悪いか変わっちゃうんで、はい、そこも全然違うじゃないですか、うん、それでいいみたいな、はい、だから僕はロッテだったら対ロッテ戦だけはめっちゃ打ってるからすごいと思ってるけど、はい、他の5球団の時は打ってなかったら、うん、でも知らないじゃないですか。分かんないですね、はい、でもめっちゃいいなるじゃないですか、うん、それはいいんでいいですかっていう。いや、選手が一番バラバラになっちゃいそうですね。いや、めっちゃバラバラになる。自分のその対戦した中での価値観とか、はい、主観で多分めっちゃ答え変わってくるんで。そうですね。だからもっとバラけるかも分かんないですね。はい、だって佐藤さんが今までで一番いいピッチャーっていうのは今までで一番勝利数を上げてるピッチャーとかじゃないわけですね。僕が受けた中で一番いいと思うのは上原さんですね。でも対戦した中で一番いいと思うのはグリーンっていう、はい、誰も知らないっていうすいません、存じ上げてないです。でも楽天もいたんですよ。あ、そうなんですか。へぇ、日本ハムにもいて、はい、まあ、誰も知らないわけじゃないですけど、はい、まあ、多くの人が知らないですよね、なかなか、はいはい、が対戦した中では一番打てなかったんですよね、はい、でもだからといってグリーンに入るかって言われたらそうじゃないですね、きっと、記者がそうそうですね、グリーンに入れるかって言ったらそうじゃないですもんね。でもそっちは僕だったら、いや一番打てないのグリーンだからグリーンかなって入れちゃう。いや、そうですね。そしたらグリーン1票みたいになる誰やこれみたいな感じになった時に、いや俺だって20何打数1安打から全然打てなかったから、はい、いやめっちゃいいピッチャーと思うってなった時に、はい、それ否定できるかって話です。できないですね、はい、それ間違いではないわけですもんね、はい、自分にとったらね、自分にとったらベストラインなんですから、はい、そうですね。だから選手間投票にしたら正しい意見が出るのはちょっと、違うんちゃうかって思っちゃうっすよ。これだったら選手よりはやっぱり記者が選んだ方がいいと思うんですよ、はい、でもその前言ってたみたいに変なところに1票2票入ったりするじゃないですか、やっぱり前言ったように罰則を与えた方がいいですね、そういう時はね。まあ罰則あった方がいいですけど、やっぱ選手間投票も怪しいと思うんですよ、うんうん、怪しいですね、何気に、はい、あんでしかも、まあ、オールスターのファン投票ぐらいだったらいいですけど、うん、まあ、師匠絡んでくるんで。そうですね、はい、いや、これ選手間投票いいと思いましたけどダメですね。うん、だからまあ、うん、ちゃんと入れる人もいるんですけど、はい、多分そこは記者とも変わんないです、うん、はいはい、その選手だから絶対いいっていうことはないと思うんですよ、うん、あとどれぐらいの選手に権利与えるかが、はい、だから記者5年目ですよね、はい、ゴールデングラブだったら、はい、選手5年目でも2軍にしかいなかったら分かんないんで。ああ、そうですね。だからめちゃくちゃ難しいと思うんですよ、うん、で見てなかったら言えないから、はい、で見てないやつってどこ誰いるか知ってます、全員自チームです。え、なんで、え、
全員自チームの人、あ、自分のチームの人入れる、出てるレギュラーの人がいるわけですか、知らないから分かんないじゃないですか。そうですね、別に全部入れても別に何もないんですよね、はいはいはい、だからそしたらもう自分のチーム全部入れとくかみたいな。あ、確かに。私思うんですよ、沢村賞って沢村賞の選考委員会あるじゃないですか、はいはい、だったらゴールデングラブ賞とかベストナインとか全部選考委員作ったらいいんじゃないですか。でもあの、数値にするのは難しいでしょ。数値、守備範囲の広さとか。ああ、確かにそうですね。沢村賞は全部項目があるんですね。あるじゃないですか、はい、少なからずね。そっか、そっか。守備率だけって言ってもちょっと違うじゃないですか。はい、だからなんですよね、印象に残るかっこいいプレッシャーって言われるんですよね。でもやっぱりね、政治家投票はね、うんうん、怪しいですよ。怪しいですね、はい、怪しいですね、怪しいです、終わりです、はい。